こんにちは、サスケです。本日はメルカリ商品購入後について質問です。購入した商品が市販品ではなくハンドメイドでした。キャンセルの仕方を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この流れですね、商品がですね、購入した商品がハンドメイド、つまり市販品でなかったということですね。この対応方法でぜひ紹介させていただきます。はい。まずですね、この場合はですね、まあ、私もですね、カメラを売っていて、カメラ本物なんですよ。ただしですね、購入者の方が、まあ、簡単に言ってしまうと動作ができない。まあ、簡単に言ってしまいますと、使い方がね、わからないってことですね。で、返品してきた場合なんですけど、まあ、これはですね、私の場合返品だったんですけど、もう結局ですね、これはですね、もうめんどくさいなんですよね。もう簡単にします。なので、確実にもうイーブンですね。50対50のイーブンになる可能性が高いです。で、これを偽物と連絡してどうだろうかって話になってくるんですよ、最後は。ただしですね、これはですね、事務局の判断であって、多分変わらないと思うんですよ。はい。なので、もうこの場合はですね、まあ相手のね、評価をね、どうつけるかって話なんですよね。悪いつけてもいいですし、まあ普通でもいいんですけど、まあ早くね、商品で高くなければ、もう解決して、一つ勉強したとね、考えて使用した方が早いですよね。はい。気持ちを切り替えてもいいかと思いますよ。はい。で、私もですね、実際ですね、返品されたカメラをですね、北村さん持ってるんですよね。で、問題ないと。もうあります。レンズもあります。もう使い方はね、なんですよね。それはわからない方やっぱありますよね。だからぜひね、もうすぐにね、解決し、もう終了ね、気持ちを切り替えた方がいいですね。ぜひね、まあそういったふうに考えていただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。2件のスタンプをお願いします。あと、YouTube から一切受け付けません。ライト登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。